あなたの下克上イメージはもう古い？最新の戦国下克上を解説。戦国時代の特徴といえば、下克上という言葉が思い浮かびます。言い換えれば弱肉強食、実力ある者が栄え、力なき者は滅びる。平たく言えば北斗の拳、戦国時代風味でしょうか。しかし、そのような下克上イメージは最新の戦国研究により否定されつつあります。今回は研究で明らかになった最新の下克上について解説しましょう。戦国下克上の定義を見てみる。下克上について書く前にウェブ辞書で下克上について調べてみました。すると、室町時代において社会的に身分の低い者が身分の上位の者を実力で倒す風潮を言う。応仁の乱によって将軍の権威は失墜し、その無力が暴露するに及んで、守護大名の勃興と荘園制の崩壊を招き、実力が全てを決定する時代が現出した。その結果、将軍は慣例に、守護は守護大にとって代わられ、農民は一揆をもって支配階級に反抗するようになった。足利将軍が慣例細川氏に、細川氏が家臣三好氏に、三好氏が家臣松永氏にそれぞれ権力を奪われたことや、松永久秀が将軍足利義輝を襲って自殺させたのはその最も典型的な例であるが、この風潮も織田信長や豊臣秀吉の出現によって消滅した。ブリタニカ国際大百科事典小項目辞典。このようにブリタニカ国際大百科事典では従来の下克上の説明がされています。しかし、この説明は的を得ていない部分があります。戦国大名は室町将軍が大好き。永禄2年1559年京都を支配していた三好長慶が六角義隆と和睦すると、近江朽木に逃れていた将軍足利義輝は5年ぶりに京都に戻ってきます。上洛した義輝は自己の権威を見せつけるように5人の戦国大名に上洛を命じました。西国、1天子春久、2毛利元就高本不死、東国、3織田信長、4斎藤義達、5上杉謙信。この中で西国の天子氏と毛利氏は合戦中を理由に上洛しませんでしたが、東国の織田、斎藤、上杉は2月から4月にかけて続々と上洛したのです。この時点で応仁の乱以後、権威が失墜し無力になった室町将軍という辞書の説明と矛盾しますが、それはひとまず置くとして、どうして織田、斎藤、上杉が続々と上洛し足利義輝に敗越したのかを考えてみましょう。下克上を成し遂げた戦国大名は幕府の公認を求めた。足利義輝の上洛要請を受けて、永禄2年の2月から4月にかけて京に上ってきた3者にはある共通点が存在しました。それはこの3者が下克上を成し遂げたばかりという点です。まず織田信長ですが、彼は尾張の守護代織田家の分家、織田壇上の中家という国衆の家に誕生し、尾張守護司馬義兼を形式上の主君としていただいていました。しかし永禄元年頃、その義兼が今川義元に通じて信長を裏切ったので怒って国外に追放します。さらに永禄2年には守護代の織田伊勢の神をやはり国外に追放しています。次に上杉謙信ですが、彼はもともと越後守護代の長尾為景の次男だったものが、天文17年に守護上杉貞真の朝廷で兄春景に代わり守護代の地位につきます。そして天文19年、後見だった越後守護職上杉貞真が死去し、上杉家が断絶すると上洛して足利将軍の権威を背景に越後守護上杉家を継いでいます。最後の斎藤義達ですが、彼は父である斎藤道山に冷遇され、家督相続が危うくなったので兄弟たちを殺害して父道山に対して反旗を翻し、長良川の戦いで道山を破り廃止させます。そして義達は動揺した美濃の国衆を落ち着かせるため義輝に拝謁し、一式姓を賜るとともに将軍側近である昭番衆に昇格しました。ご覧のように
織田、斎藤、上杉の3家はもともとそれほど高い価格ではないために、その地位を安定させるために足利義輝の権威を必要としたのです。また彼らが上位者である守護の地位になり上がったのは事実ですが、守護を殺すような手段は取らず追放にとどめています。そればかりか司馬義兼はその後信長と和解し、名を津川義親と改め、娘の一人を信長の弟織田信兼の長男に嫁がせて結びつきを強めました。つまり戦国大名が室町幕府の権威を否定しているかというと、そうではなく、なんだかんだで室町時代の秩序を結構重視しているのです。室町幕府崩壊の危機に織田、斎藤、上杉は上洛した。もう一つ、織田、斎藤、上杉が相次いで上洛した理由がありました。それは足利義輝に代わり京都を実効支配した三好長慶が室町幕府のいかなる代理者も置かずに直接天皇と結びつき、幕府の権威が崩壊の危機に瀕していたからです。天文22年1553年から永禄元年1558年までの5年間、度重なる足利義輝の盟約破りに起こった三好長慶は、義輝を京都から追放し事実上の天下人として君臨していました。それまでも足利将軍が京都を追放されることはありましたが、5年間という長期にわたり足利将軍が不在というのは戦国時代でも異常な事態だったのです。さらに三好長慶は朝廷との関係も良好であり、大木町天皇は近江に逃げてしまい、ろくに政治にも関与できなくなった足利義輝より三好長慶を信頼するようになります。特にそれまで必ず幕府の意向を聞いてから行っていた改元を、義輝が金を出さないという理由で見限り近江の義輝に知らせなかったのは大きな衝撃でした。この永禄改元を後で知らされた足利義輝は立腹し、改元に従わない意向を示し、京都を抑えた三好氏と足利義輝の対立は深刻の度合いを増します。特に大木町天皇が義輝を見限ってしまうと、室町幕府終了チーンになる可能性が高く、足利義輝に地位と所領を安堵してもらいたい新興戦国大名である織田、斎藤、上杉は危機意識を持ち、矢継ぎ早の上洛につながったのです。彼らからすれば、困るよ三好っち、こっちにも生活があるんだからさ、将軍様とは仲良くしてよという切実な願いがあったのです。戦国時代ライター川嘘の独り言。戦国時代は確かに下克上の時代でしたが、下克上を成し遂げてもその地位を保証してくれる存在が必要でした。そのために重視されたのが室町将軍の権威だったのです。織田信長でさえ三好長慶が京都を支配して将軍権威が形骸化するのを恐れ、上洛して足利義輝の権威が残っているのを安心しているほどですから、戦国時代の下克上は無秩序ではなく室町時代の権威に依存するものであり、それは織田信長が15代将軍足利義昭を京都から追放し、室町幕府が一応崩壊した1573年まで続くのです。